洗えば、完全復活。最後の希望だよ。明治のキャプテンとアジアのキャプテン、同級生コンビで天下取ってほしいわ。洗い場に匹敵する守備力と打撃力を頼むぞ。村松は打撃だけじゃなく守備も上達してるな。野球脳に優れてる二遊間、荒木と江端にはまだ及んでいないけど、いつか超えられると思うよ。1、2番コンビとして塁に出られれば完璧。守備だけならユークもすごいけど、村松は打つんよ。強いチームには最強の二遊間が君臨してる。ガチで B クラスに終わるチームではないと思う。去年まで荒木が徹底的に守備を教えてた。その成果が今出てるのだとしたら嬉しい、さすがやな。守備でも打撃でも期待。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。